千葉市千葉市立草野小学校千葉市立草野小学校は千葉県千葉市稲毛区園成長に所在する市立小学校草野小学校の創立記念日は1973年4月1日であやめ台小学校より分離独立して開校した1973年に千葉市では草野子含め11校の小学校が開校されている草野小学校は 千葉県総合スポーツセンターと千葉市立草野中学校に隣接している。草野小学校の敷地内には校舎、屋内運動場、プール子供ルームが存在する。子供ルームとは学童保育の千葉市内での呼び名のことである。草野小学校は2012年の屋内運動場耐震補強の対象校になっており、屋内運動場に耐震補強工事が実施された。 地、徳、体の調和の取れた心豊かな子供の育成前、教職員による、経営参加と、特色ある、学校づくり繰り返し繰り返し学ぶ子供を育む、爽やかな笑顔で仲良くする子供を育むの美容と、頑張る元気な子供を育む子供が安心して学べる、教育環境を整える信頼される、学校づくりを推進する地域に根ざした、開かれた、学校づくりを推進する、目指す、 子供の姿、繰り返し繰り返し学び、爽やかな、笑顔で、伸びようと頑張る子、草野小学校の校歌は作詞、森善吉作曲、宇野誠一郎である。宇野誠一郎はひょっこりひょうたん島やムーミン、サザイさんなどの楽曲を作曲した人物としてで、知られる。JR 稲毛駅より、京成、A、バス、山王町行きで、草野小入口下車。ありがとうございます。